だったんですけれども、まあ、途中でちょっとリズムも変わって、まあ、執念で押し込んだような点がね、ここで入って、そうですね、本当にこの苦しい試合を勝てたっていうのはやっぱりこのチームがこれから成長すると思いますね。長谷川さん、はい、そしてこの後もう1点入りました。そうなんですよね、本当に田中達也がやってくれましたよね。この追加点というのは非常にね、後になって大きくね、プラスになってくると思いますからね。まあでも本当にこの勝利良かったと思いますね。まあここまでは鴨さん、あるいはもう時間がなくなってですね、まずディフェンスを考えながら負けない戦いをしてくるのかなっていう考え方もあったと思うんですね。はい、当然選手たちもそう思ってたと思うんですよ。負けるのが一番ダメだっていうことね。ただ数少ないチャンスだったですけども、それを点にできたっていうのが素晴らしかったですね。まあ、インタビューの中で各選手がまだ一山越えただけだというニュアンスで、まだまだアテネまでには日本ラウンドの3試合があるというきちっとしたですね答えをしてくれましたが、鎌さん。そうですね、本当に、まあ、彼らがそういう気持ちで、